危ないですよ、危ないですよ。終わってしまうのか、レフリーを巻き込んだ、あ、球種はどうだ、足をすくった、すくった後藤が、さあ、後藤式いくのか、なんと、お、後藤式いった、抑え込んだ、後藤式だ、三つ入った、後藤式だ、久々に出た後藤式、後藤選手、1個技やってたら、それでスリーカウントじゃないですか。いやー、ピットボールは虎になったのか、43歳にして、進化し続ける石井智弘、そしてこだわりのプレーンバスター。返せるか、これで終わらせるか、背中でカバーする石井智弘、勝ち点2点を追加。レフリーが見ていない中、ラリアートで投げ倒す、その上で飛んでマークダウン、そして仕留めに行くのか、ロングに飛ばしてツアーオブジーアイランド、抑え込んだ、リングの中央だ、逃げられない、カウント3つ。岩の体、すごい体、クロスワーム式ですか、クロスワーム式のブラディサンデー初めて見ました。そして時計がブレードランナー行くのか、ブレードランナー行った、叩きつけた、そのままカバーに行く、どうだ、アカウントは3つ入った、高木慎吾3敗目。今の最後のブレードランナーエグすぎですね。ついにここで土がつくのか、はい、ここから成長式です。今まで勝ってきてますよ内藤が、さあ今度はディスティの顔を返した時から、炸裂、抑え込んだ、カウントは返した、内藤も返した、危ない、お互い得意技を一つずつ繰り出しました。あー、まさかコリエンド式デスティルの後にダブルアームDDT、そしてデスライダー、デスライダー行った、嘘、突き刺さった、急角度、内藤危ない、目が後ろだ、カウントは3つ入った、スリー5連勝です。嘘だ、突き刺さりました、マットに沈んだのは内藤哲也でした。が誇る真夏の祭典 G1 クライマックス29日本武道館3連戦 8.10、8.11、そして 8.12 優勝決定戦、チケット完売必至、令和最初の夏男に輝くのは。